校を授与され、またいくつかの大学で大学の教員を務めております。大学で教鞭を取っております。その学問的な仕事の傍ら、家庭の主婦として、一人の子供の母として、良き家庭人として人生を歩んでまいりました。そしてこのほど、私たち日本保守党の最前線に立ち、次の活躍の場に向け活動をいたしております。日本保守党は、私たちの日本の国土、領土、主権、社会を断固として守り抜き、日本の大切な伝統、文化、大切に守りながら、日本の国、日本の経済を再び強くするため、再び日本の国が、日本人が豊かになるように全力を挙げてまいります。しかしながら、日本保守党はまだ立ち上がったばかりの小さな政治グループでございます。どうか皆様、江東区民の皆様、日本保守党の最前線に立つ飯山明里にお力を与えていただきますように、切にお願いを申し上げます。それでは日本保守党江東区支部長飯山明里が皆様にご挨拶を申し上げます。どうぞご清聴ください。こんにちは。ありがとうございます。お父さんありがとうございます。お母様ありがとうございます。ありがとうございます。私は日本保守党、日本保守党の飯山明里と申します。横断歩道の向こうの方からも、若干こっちを気にしてらっしゃる方がいらっしゃいます。ありがとうございます。我々は日本保守党です。日本保守党というのは新しい政党です。私たちの掲げている目標は、実にシンプルです。日本を豊かに強くしようと。私の言っていることはすごく普通です。今の日本の政治はめちゃくちゃです。日本の政治家は岸田文雄総裁、総理総裁を筆頭に、自分の金と欲と色とこのための政治しかしていません。そして日本を弱く貧しくするための政策をどんどん続けています。例えばその筆頭が移民政策です。移民政策は、これは移民政策という名前を取っていません。自民党政権は極めて不祥です。移民と言わずに国政義務2号というわけのわかんない言葉を使って移民政策を進めています。移民政策を進めて日本が大量移民国家になったら、日本は必ずめちゃくちゃになります。これは予言ではありません。これは目に見えた現実です。めちゃくちゃになります。そして再エネ推進、これもすでに日本をめちゃくちゃにしようとしています。皆さん、脱炭素社会に向けて、脱炭素を目指さなければいけない。そういう目標をただただ鵜呑みにして、我々一体何をやってるんでしょうか。脱炭素のために日本の自然を大破壊している。日本の美しい山や草原を切り開いて、そこに真っ黒い太陽光パネルを貼り付ける。これをね、脱炭素のためって言ってるんですよ、皆さん。何なんですか、脱炭素って。我々人間ですよ。生物はみんな炭素を吸って二酸化炭素を吐き出すんですよ。そんなこと理科の授業でみんな習いましたよね。脱炭素ってことは、生物の生命権を否定するってことなんですか。これめちゃくちゃですよ。こんなね、ことをね、私たち信じるべきじゃないんですよ。他にもね、この移民政策、自然エネルギー、再生エネルギーの普及、こういったもの以外にもですよ、日本を貧しく弱くさせる、そういう政策どんどん進めているから、ここもサラリーマンの人たくさん通ります。私たち日本のサラリーマンの平均月収は30年間全く上がってないんですよ。誰のせいですか。政権のせいですよ。自民党のせいですよ。岸田政権のせいですよ。私言ってることは非常に簡単です。日本のためにならない政策はやめましょうと言っているんです。日本人による、日本人のための政治をしなければいけない。
私は思っております。皆さんもそう思うんでしたら、ぜひ私たち日本保守党を応援していただきたい、そういうふうに思います。私はですね、ありがとうございます。先ほどこちらに来る前に経由の東洋商店というところで凱旋をしておりました。そしたらですよ、私ここ凱旋をして一人で立っておりました。その時梅原さんはちょっと離れたところでおりました。そしたらある高齢の男性が私のすぐそばまで近づいてきて、私の顔5センチぐらいのところまで顔を近づけてこう言いました。うるせえと。車の中にバスとかタクシーありますよね。ああいったうるさいというふうに言われました。私たちこういう活動をするのは私たちの政治活動の自由として許されております。うるさいというふうに申しましたら、あなたも結構うるさいです。女性の方ならわかるでしょ。知らない高齢の男性が自分の顔を5センチぐらいのところに顔を接近させてうるせえと言われるこの気持ち、わかりますか。とんでもない恐怖ですよ。もしね、その人が私のことをこう突き飛ばしたら、もう私は終わりですよ。もしその人が凶器を持っていたら、私は終わりですよ。とんでもない恐怖なんですよ。今まで私ね、いろいろなところでいろんな人から暴言吐かれてきました。でもね、それね、遠くからだったんですよ。あるいはね、ネット上でたくさん私悪口言われてますよ。でもそれは言葉なんですよ。ネット上のことなんですよ。これならね、私ね、いくらでもね、もうこの子ね、負けるかと。女が負けならんないよというふうに言い返すことができます。しかし私は女なんですよ。力ないんですよ、物理的な力ね。男が、異性が、私の子急接近してきて、近づいて、脅すと。とんでもない恐怖なんですよ。じゃあなんで私それにもかかるとここに立って、それで怖い思いしながらやんなきゃいけないんですか。なぜなら、日本のための政治をしようという人が誰もいないからなんです。私のようなものを本当に守ってくれる人がいないんですよ。だから私怖いけど、ものすごく怖いけど、まだここに立ち続けて話をしてるんですよ。ありがとうございます。本当に分かっていただきたいです。なぜこんなことをするのかと。私が辻に立って話をすること、これ日本国憲法で保障された政治活動の自由です。私には自由があるんです。しかし私を妨害しようとする人がものすごくたくさんいる。皆さん YouTube でもご確認できるでしょう。たくさんの人が私を邪魔しようとしてるんですよ。邪魔をしてくるんですよ。でもね、これに負けてられないです。負けたらもう日本負けですよ。日本ここで終わりですよ。勝負ありですよ。それでいいんですかと。私のね、外線を聞きに来たる方の中にね、江東区の方もいらっしゃる。結構ね、ここも通る方、江東区の方たくさんいらっしゃるでしょう。ありがとうございます。そして江東区の方、ある方こう言ったんですよ。赤井さん、江東区民をバカにしないでください。江東区民だってちゃんと考えてるんです。私たち考えてますから。このままで江東区行けないと思ってますからってわざわざ言ってくださる方いるんですよ。江東区だけじゃない、日本の政治全体が今おかしなことになってるんですよ。移民政策も脱炭素も再エネも多くの人がね、これいいことだと思ってるんですよ。なんでですか。騙されてるんですよ。いいことは一つもないんですよ。こんなで中国人しか得しないんですよ。日本の政治家がね、日本人から選ばれた日本の政治家が中国のための中国の利益にしかならない政治を進めてる、これが現状なんですよ。私たち日本の人はこれを全部変えたいと。だから私、怖いけど妨害されると邪魔されるけど頑張って今日も話しますよ。明日も頑張ります。明後日も頑張りますよ。ですから皆さん、ぜひ私と日本保守党を応援してください。よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。私たち日本保守党はいかなる外部からの圧力、いかなる妨害にも一切屈することなく頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。